新たに感染が確認されたのは、いわき市で43人、郡山市で16人、福島市で5人など、合わせて81人です。入院は393人で、病床の使用率は 79.2% と、ステージ4の水準を超えた状態が続いています。感染の急激な拡大を受けて、いわき市では昨日から今月31日まで、まん延防止等重点措置が適用され、飲食店に対し酒類の提供停止と午後8時以降の営業自粛が始まっています。また県は、いわき市を除く県内全域を対象に、酒類を提供する飲食店へ営業時間短縮を要請し、県民に県をまたぐ旅行や帰省を原則中止するよう呼びかけています。